初めて聞いたから必要だと思ってなかったんですよ、その答えが。まあブラッシュアップされていくっていうのはまあずっとやってますね。仕事してなんか人生不幸せよりなんか幸せでいたいじゃん。ローネス代表の片山隆平です。ローネス代表の本田晴彦です。ローネス表参道の店長の原です。そういうのをこう距離がやっぱこう働いてて1日ね10時間以上アシスタントだったら多分もっといっぱい一緒にいるから、多分そのメンバーたちでやっぱりしっかりこう声掛けできるようなやっぱチーム、なんか家族みたいな、なんかあんまりあれだけどそういうのをイメージしてるかな、どっちかっていうと。美容師として過ごしてる今の時間、人生にとってすごい大きな、ね、なんか大事な時間かなって思って、うんうん、それぞれが自分の人生にとって必要な存在になってるお店なのかなというか、うんうん、そういう人たちが必然とこう集まってきているのかなっていうふうに感じてます、うんうん、もう勝手に作り上げられたなっていう感じで。始める時にさ、いろいろ自分たちがなんかこういう店にしたいみたいなあったじゃん、うん、なんかそれが今6年だっけ。そう6年ちょい、うん、ね、経って少しずつね実現ねしていくためのなんかこう家族を探してるって感じだね、うんうん、常にね。そうだね、うんうん、なんか俺はさ働いてて楽しくないとさなんか仕事じゃないからってずっと思ってて、うんうん、やっぱなんか楽しければいくらでも苦労って思わない気がして、うんうんうん、でだからなんか楽しく働けるメンバーだったらなんか人生幸せかなって、うんうん、やっぱり仕事してなんか人生不幸せよりなんか幸せでいたいじゃん、うんうん、なんか幸せでいれるメンバー、うんうん、でローネスっていうのがなんかみんなが幸せになれたらいいなっていう場所っていう、うんうん、イメージで働いてて、うんうん、まあ大変なこといっぱいあるけどね自分が代表になることによってそのまあ言い方だったりとかあとは見せ方だったりとかもやっぱり前よりも考えて、なんか1個の発言がやっぱり最終発言になっちゃうんで僕の発言っていうのは、だからそこら辺は慎重に話すようにはしてます。あとはまあ本田と一緒にオープンの時から話してる時はやっぱりこうお店全体的にそのまあうちのお店ローネスって名前なんですけど、あのラブ&カインドネスって言って愛と優しさの頭文字とこう語尾をくっつけてローネスにしてるんですけど、やっぱりそのまあ優しさ、スタッフ一人一人に対してそのまあ叱る時もそこにこうちゃんと優しさがあるのかとか、言い方だったりとかちゃんとその子のことを思って言ってるのかとか、そういうサロンにしたいっていう思いを込めてお店の名前を作ったの でそういうのをこう結構定期的に全体ミーティングで話したりとか新人研修で話したりとかしてるので、もしかしたらそういうののマインドが頭にちょっとずつちょっとずつ入っていってお店全体でそういう空気になってるのかもしれないですね。まあ、自分が思う店長像ってなんだろうなっていうところで、それずっと言ってるよね、なる前から。はい、うん、やっぱ店長って分かんないんですよ、うんうんうん、なんか店長らしさとかあんまりこう、まあ、なかなか近くでそういう人がいなかったのでちょっとこうイメージしづらいところがあって、まあこう周りを見るっていうことは、まあそのまあ、いろんなことを管理するっていうのはもうそれは大前提で、私はこう一歩引いている店長になりたいなって思ったんですよね。まあ一美容師としてももちろんこうある程度売り上げとか、まあ、お客さんに対する何かとかそういうのはあの絶対やらなきゃいけないこともそこは一つのノルマとしてやるんですけど、こう一歩引いてスタッフのことを見れるようにしたいっていうふうにあの考えてて、まあ、ちょっとできてるかは分からないですけど、あの、まあ、この気持ちを持ちながらやってれば、まあ、それが自分の形になるのかなって思ってあのます。できてるよありがとうございますどれだけ大きい炎でこう相手に着火させるかも重要だし、相手が消えそうだったら火を弱めて、で近い火で相手の火を大きくしてあげないといけないから、それって多分言葉攻めじゃなくて多分まあパッションなんだよね、さっき出たそれってすごい大事な気がする。でやっぱ上の人っていうのはやっぱパッションのその火の大きさをコントロールできるはずだから、一回大きくなってれば、で下の子たちっていうのはやっぱりこうねちっちゃい火しかまだ出せないから、それをどう着火させていくかっていうのがやっぱポイントになってくる気がするよね、うん、それってやっぱ気持ちだと思うから、はい、本当さっきリンコが言ったみたいに
そのパッションだけじゃね、うん、なんか昔の美容師ってやっぱり本当パッションだけで、ね、俺もなんか特にもうパッションでしか教わってなかったからさ。ああそうそう、パッション世代ね。いや、パッション世代はね、あの苦労する、今これからは、ね、うん、なんか情報が本当にね、なんかもうありとあらゆるから知りられる時代だからさ、うん、ね、それだけじゃダメだって言うとみんな分かってるからね、うん、なんか僕、なんか僕も 20年やってないか、なんか長いとやっぱほとんどが顧客になってくるんで、やっぱ飽きさせないように自分自身がもっとなんだろう、より良い人間にならないとお客さんやっぱついてこないと思うんで、あの自分自身がどれだけ情報、あのいろんなことの情報を持つかっていうのをやっぱ心がけるとしたら、心がける体験をするというか、まあ、変な話でじゃあどこどこのホテルってこういうの良かったですよ、より良い上質な情報を得れるか、お客さんがこういうことしたいなっていう人が多かったら、じゃあそれやってみよう、やってみて、それのもう一個上のランクのことをやってみるとか、なんか自分がやっぱその人に教えられるようなことをやるために、あのよりいろんなことをやる、いろんなところへ行ってみる、でそれを例えばスタッフにも教えられるし、いろんな人に教えられるし、こういうことやったらいいよとか、であとは、まあ、いろんなところの、まあ、もちろんこういう経営してるんでいろんなところの社長さんだったりとかと話して、もっとこういうふうにしたらいいよ、でお客さんでも経営者めちゃくちゃいっぱいいるん でそういうところからも得る、まあ、自分たちがこう総合してぐるぐるぐる回って、はっきり言って紹介でしかほとんどもう人来てないんで、で回ってるっていう感じなんで、できる限り自分自身がその人たちに負けないような経験をして、でそれでなんだろう、いろいろ情報を得て教えてあげる、何でも美容のことでも何でもそうですけど、うん、美容師さん以外とのこのまあつながりからの情報を得ることがほとんどで、やっぱりこう一箇所でこう働いてると ここしか見ない、ここしか知らないみたいな感じになっちゃうんで、それだけだと弱いと思うんですよね。特にやっぱり、まあ、僕とか本田は経営者なんで、やっぱりどれだけ情報を先にあの手に入れるかがやっぱり大きい鍵になってくるんで、それをこういろんなところからやっぱ引っ張ってこれるように、いろんな人たちとこう交流しながら、まあ、情報を手に入れていくっていうのがメインで、美容師のヘアスタイルとかっていう観点だと僕はやっぱり未だに雑誌を見るようにしてますね。なんかインスタとかでね、ピンタレストとか、まあ、いろんなのが、まあ、YouTube だったりとかでいろいろあると思うんですけど、なんかやっぱり僕はなんていうのかな、ああいうので見ていくとやっぱ抜けちゃうんですよね。なんでこう雑誌を見て、そのまあ毎月1回必ず全部見て、でその中で自分が好きなスタイルっていうのをやっぱピックアップしていくっていうのはもうスタイリストなんだからずっとやってるんですけど、まあルーティーンみたいな形でやってて、でそれをこうずっとピックしていくと自分が好きなテイストがなんとなく分かってくるんで、それをこうまあずっと見ていく、毎月見てると時代の流れが変わっていくのも分かるんで、スタイルの、あこういうのが今流行ってんだ、ああいうのが流行ってんだ、でその中でかつ自分が好きなやつをピックしていくと自分が好きなものもどん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 変わっていって、まあ、ブラッシュアップされていくっていうのは、まあ、ずっとやってますね。雑誌見たり普通に道端に歩いてる人をよく見たりみたいな感じが多いです ね。確かに道端の人、意外にね、道端の人でさ、うん、流行わかるよね。いや、わかりますね。まあ、特にこう場所的に表参道、うんうんうん、表参道駅に出勤するとすごい意識が上がるんですけど、うんうんうん、ほぼ私服なんですよ、やっぱり、うん、みんなほぼ私服だから、なんかそれすごいいつも面白いなと思って階段とか上りながら見てるんですけど、あの人ちょっと今日気合入ってるなとか、なんか帰り道降りるとき、まあ、同じ美容師さんかアパレルの人かなとか思うと、あちょっとこの人かわいいおしゃれだなとか、この組み合わせいいなとか、なんとなくこう真似しようっていうか、こう意識の中で多分入ってて、で洋服選ぶときとか、あこれ流行ってるよなとか思いながら見たりとか、まあ、髪型もそうですけど、なんかあなんか可愛いな、素敵だなって思う髪型がいっぱいあるので、あなんかやってみたいなとか提案してみたいなとかは結構思います、うん、いやそれめちゃくちゃいいよね、はい、それできる人とできない人絶対いるから、うん、それだって日々の鍛錬じゃん。それがさ、なんとなくですけど、ね、1日20分とかさ見てたらさ、うん、積み重ねでめっちゃすごいことになるから、はい、確かに、ね、最近あとちょっと業界誌好きです、うん、なんかやっとよ、言ったらやっと良さが分かってきたというか、こう見るも見る、学ぶの、うんうんうん、学ぶことの価値というか、セミナーも結構今オンラインであるんで、うんうんうん、買ったりしてショートのやつとか見てるんですけど、
昔見てたより今自分がある程度できるようになってから見る方がすごい価値を感じるし面白いですね。あ、ここが今大事なんだなっていうこともすごい分かるし、うん、なんかすごい、あ、なんかちょっと大人になったなって最近思います。それカットでしょ。カットです。カットってさ、やっぱめちゃくちゃ奥深いよね。すごいですよね。なんか俺未だにやっぱり気づくところとかあるもん、うん、やっぱりああなるほどみたいな、はい、新しい発見とか、はい、まあなんか変わってるじゃんスタイルが、うん、スタイルが変わってるからああなるほどなみたいな。でやっぱそうすると新しいなんか発見がどんどんある。そうです ね, ね。なんか多分そういうの見てよりこう深みを感じて、はい、でお客さんにやってみようってなるよね、はい、なんかカラーとかパーももちろんめちゃくちゃいいけどやっぱりこう薬剤が入ってくるから、ねうん、その薬剤の力を借りて選定していくじゃん、はい、カットっても自分の手だから、うん、やっぱりどん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 変わっていくよ ね, そうですね。面白いよねすごいね。なんか自分の年齢が上がるとお客さんの悩みも増えるってことにやっぱ気づいて、自分が思ってる以上になんかこうね、なんかこう質問がたくさんあるじゃないですか、こう年齢が上がると、なんかそれに答えなきゃいけないけど知識がないっていうことにすごい不安を感じて、それでこうちょっと見たり調べたりするとその答えがやっぱあったのにそれを今まで拾わなかったんだなと思って、なるほどね、なんか必要だと思ってなかったんですよその答えが、うん、その時はね、はい、その時はけど最近あこの答えってあなんであったのに気づかなかったんだろうっていうことがすごい多くって、それで業界誌とかやっぱ見ると載ってるんですよね。セミナーとか見ると言ってるし、あなんかこの重要性が分かってきたなって思ってなんか興味が出るようになりました。階段登ったね、はい、ってことだよね。視野が広がったから拾えるピックが増えてきたってことでしょ。はいはい、うん、やっぱり僕は一人一人みんな今いるスタッフ、あと今後うちに入ってくるスタッフがこうどうなっていきたいかっていうのをちゃんとこう聞いて、それをこう叶えられるお店にしていきたいなって思ってます。それがやっぱりこう、まあ、うちのミッションでもありますし、うん、で共存できる部分を共存していきながら、やっぱりこう人口が減っていくし高齢者も増えていく中で、やっぱり横のつながりっていうのをもううちのお店だけじゃなくて横のつながりってすごい大事だなって思ってるんで、どうつながっていくかっていうのが多分今後キーワードになっていくと思うんですよね。だから個人ブランディングとやっぱつながりっていうものをしっかりこう両立していかないと多分残っていけないんで、そこをしっかりやっていきたいなって思ってます、はい、お店欲しいですね自分の、うん、あのローネスで。ああなるほどね、はい、なんかこう女性目線のなんかそうコンセプトショップじゃないですけど、ちょっと現実味は全然ないですけど、興味はあります。いい自分が美容が好きだと あれも欲しいこれも欲しい、やっぱり時間の使い方ってすごい大切だなって思うんで、なんかまあ美容室の中にネイルが入ってるとか化粧品もう一緒に売ってるコスメキッチンみたいな感じで入ってるとか、なんかこう一石二鳥みたいなすごい好きなんで、うん同じ2時間で2つ得られたらなるほど、ね、めちゃくちゃいいじゃないですか。そういうこう目線のをなんかちょっといつかやってみたい。面白そう。34ぐらいにやりたい。結構すぐじゃん。あれ今30だ。いやあと4年後。34歳ぐらいでそれをやりたい。ああなるほどね、はい。いいんじゃない。ちょっと思ってます。はい、初めて聞いたけど。なんか美容師さんって最終形態がきっとなんかこうお店からまあ抜けるというか、まあ、完全に独立なのか独立じゃないのかグループとしてやっていくのかとか多分まあ分かれてると思うんですけど、で僕らもまあ独立した立場なんで思うことが。なんかどんどんどん独立していったら一人一人がこう小さい規模になってくるじゃないですか。どんどんちっちゃいお店ちっちゃいお店ちっちゃいお店で、そうするとじゃあそのちっちゃいお店の人がじゃあ亡くなった時というか、じゃあ他のスタッフはどうなるのか、その小さい店の中でも多分じゃあ消えるだけじゃなくて、ちゃんとじゃあこのローネスっていうお店からちゃんと一個一個人口みたいになんだろうグループサロングループサロングループサロンで母体があったらちゃんとその人たちがちょっとあれでも助けてあげる助けてあげる助けてあげる、このなんかシステムを作りたくて、だからうまくなんか抜け方じゃないですけどローネスが終わったら、まあ、自分のなんかみんながじゃあどっか福岡店作ろうどこ店作ろう
なんかこういうコンセプトの美容室出したいっていうのをちゃんと叶えてあげるようなお店にしたいなっていうのが一番の、あの目標ですね。